どうも皆さん、最近髪の毛が長い女性に欲情するウプ主のイーちゃんです。どうも皆さん、最近イーちゃんさんの変態度に磨きがかかって苦労してるゆずきゆかりです。平常運転です。なわけないでしょ、昨日なんか私の下着取ってたじゃないですか。さあさあ今回もマインクラフトやってくよ。後で詳しく話を聞かせてもらいますからね。おー怖い怖い。とりあえず前回はアーマープラスモッドの防具を作ったんですよね。イエス。今回は拠点の作成、スポーンエッグを開けてくよ。なんかようやく拠点って感じですね。そうね、まあ拠点はかなり力を入れるつもりだよ。お、それじゃあ期待してもいいですかね。任せとけ。さてさてそれじゃあ作っていきましょうかね。構想とか決まってるんですか？いつも行き当たりばったりで建造してるからな。今回もそれで攻めてくよ。大丈夫なんですかそれ？まあなんとかなるっしょ。まずはどれぐらいの大きさか決めるよ。使うのは松の木ですね。建築とかのポイントはいかにそのテクスチャで雰囲気のいい家が建てれるかですからね。そう、テクスチャによっては難しかったり、もはやそのブロック自体が家具になってるものもあるからね。しかしこれまた大きい家を建てようとしてますね。やっぱ作るなら大きい家の方がいいじゃん。作るならですけどね。住むなら最低限の暮らしができたら私は満足です。まあ一人暮らしするのに大きい家だったら掃除大変そうだしね。いやまあそれもあるんですが、大きい家って住んでると落ち着かないんですよね。あ、それ僕もそうかも。広い部屋って逆にどう使おうか迷うんだよね。ですね、だから私はインテリアとかには弱いんですよね。うん、僕もインテリアは弱いよ。悪魔城でも建てるんですかね。待って、そこまでひどくない？で、次は壁ですか？別にネザー水晶を使って白い壁でもよかったんだけど、木造住宅結構好きなんだよね。雷落ちたら一発ですね。ゆかりん雷苦手そうだね。ええ、苦手ですよ。あなたと実況したホラーゲーム以来ね。あれは、本当にすまなかった。にしてもどうしてそこまで怖いのが苦手なのかね。私からしてみれば、どうしてそこまで興味本位で見れるのか聞きたいところですね。恐怖映像とかホラー映画とか見すぎて感覚が麻痺ったのかね。あ、でも未だにお化け屋敷は怖いよ。そいつはいいこと聞きましたね。ふんじゃないからな。やめろよ。絶対にやめろよ。あなたの今後の行い次第ですね。まあ、私もお化け屋敷は苦手なので、機会はあまりないと思いますが。そもそも遊園地にそこまで行かない。人混み苦手ですもんね。うん。っていうかこのまま建てていくとがっつりな豆腐になりそうですね。屋根つけるのは苦手でね。木造建築かつ現代風な感じで建てていくよ。しかし賢いですね。何がだい？大体こういうのは壁の上で作業するので、木材が足りなくなった時に降りてもう一回上に上がらないといけないんですが。ああそれね。そう、僕は上がりやすくするために一部分を階段にしているんだよ。さて、一部の壁は出来上がったとして、次は枠組みを作ってくよ。なんでですか？この部分をガラスにするのさ。ガラスにするって、まさかその部分全部ガラス張りなんですか？そりゃもちろん。プライバシー丸裸じゃないですか。きっと僕のプライベートを見て可愛い女の子が、キャーおしゃれっていうに決まってるよ。キャー醜いの間違いでしょ。それはひどい。さて枠組みができたのでガラスを貼ってくよ。で、ただガラスを貼るのも味気ないから一部分をアレンジするよ。どうアレンジするんですか？横の壁を、こうする。相変わらずヘッタクソな絵ですね。故障や。ということでガラスを貼ってくよ。イーちゃんさんってたまに謎が多いって感じることがあるんですよ。どうした？やぶから棒に。感性がずれてるって言えばいいんでしょうか。この前感動する映画見て表情一つ変えなかったじゃないですか。いや、あれは内心すっごい泣いてるよ。だったら器用ですね。感動してても涙を流さないんですから。ん？あれはただゆかりんに泣き顔見られたくなかったからかな。ええ。いやだってバカにしてきそうだし。そんなことありませんよ。私だって泣くときは泣きますし。そうね、ゆかりんの泣き顔はマジで可愛かったぞみんな。改めて言わないでください。恥ずかしいので。いやん可愛いわね。メッスゾゴラ。サーセンシタ。まあいいです。いいのか。それじゃあイーちゃんさん。はい。例えば、イーちゃんさんの中で、これは涙がこらえられないって作品は何かありましたか？そうね。キー作品は泣けるね。特にクラなど、エンジェルビーツは泣いたよ。あの作品は素晴らしいですよね。いい意味で人生が変わった気がします。大それた言い方だけど、それぐらい心を動かされる作品だよ。ところで、今は何をしてるんですか？玄関になる場所の床を黒曜石で埋めようかなって。まあ確かにこの黒曜石のテクスチャはバニラより綺麗ですからね。それはいい案だと思いますよ。でしょでしょ。もっと褒めてくれていいんだよ。あんまり調子乗らないでください。その笑顔をやめてください。怖いです。さてできましたぞい。確かにこの黒曜石はいいテクスチャですね。ん？ここを開けてるのはなぜですか？ここはね、階段にするつもりなのだよ。
つまりこのまま平らな部分が1階じゃなくて玄関とリビングの高さを変えるわけですね。ご名答。つまりこう、この上に木材を置いてくよ。土台はかさばったものを使ったわけですね。イエス。洞窟でマインウォールを起動させてると誤って戦力岩とか花崗岩とか一気に取ってしまうことがあるからね。おかげさまで土台には困らないよ。いいちゃんさん、提案なんですが。どうされた？よく白樺の木材と多くの木材を交互に置いて市松模様にする床ってあるじゃないですか。あるね。その応用を聞かせて白と黒の市松模様の床を作ってみませんか？いいね、やってみよう。ちょうど安山岩があるからこれを使うよ。しかしこれだと面が荒くないですか？バージョンアップでこれを4つ四角に並べるとこのように磨かれた安山岩になるのだよ。なるほど。しかもこれがなかなか偶然かな。このように黒曜石と同じ模様になる。偶然ですね。それじゃあ早速やってみよう。まとめると数が少なくなるから玄関を登った先だけにするよ。しかしテクスチャって結構重要ですよね。そうだね。これをバニラのテクスチャに戻したらどうなるか。まず間違いなく黒曜石の玄関が変な感じになるね。さてお次は黒曜石を入れてくよ。ぽ、いい感じに仕上がりそうですね。これが多くの木材と白樺だと美味しそうに見えるよね。クッキーみたいですよね。そう、すごく美味しそうなのだよ。終わりましたね。お次は何をするんですか？ひたすらガラスを貼ってくよ。でさっき市松模様にした部分の天井を色付きガラスにする作業もしてくよ。テクスチャによっては色付きガラスが面白いものもありますからね。楽しみです。いいちゃんさんって好きな色とかありますか？断然オレンジだね。暖色系が大好きでね。こう落ち着くんだよね。そうなんですね。なんでもオレンジが好きな人はムードメーカーな人らしいですよ。お、じゃあ僕にぴったりじゃないか。まああなたがムードメーカーかはさておき、それでもあなたのその変態な発想は一部の人から人気は出そうですよね。万人から好かれる発想と言ってくれ。寝言は寝て言ってくれ。寝たら君の可愛い顔が見れないぜ。ほんとあなたの頭の中見てみたいですね。見たら戻れなくなるぜ。じゃあいいです。なんでだよ、そこはもっと来いよ。あなたが調子に乗るとろくでもないことが起こる気がするので。心外だな。ちょっとゆかりんとイチャイチャしたいと思うだけなのに。あんまりベタベタされたくないんですよ、そもそも私は。へえ、知ってはいたけどゆかりん彼氏できなさそうだね。僕がなってあげよう。全力でお断りします。きっぱり言われると逆にすがすがしいぜ。それにいいちゃんさんとの関係はこれぐらいの方が落ち着きます。まあ気持ちはわからんでもない。よく付き合ったら付き合ったでうまくいかないで別れてしまうケースもあるからね。最初からうまくいくことなんてそこまでないのにね。ね。さてお次は色付きガラスを貼ってくよ。お、模様がすごく芸術的ですね。これも紫とオレンジで交互に貼ってくよ。ただこれは普通のガラスと違ってあまり日光を通さないから見た目を楽しむだけになるかもね。まあここまで凝ってるんですし仕方ないといえば仕方ないですよね。っていうか影モッドも影モッドで夜になると全く周りが見えないですね。だね。でもすぐ終わるからこのまま続けるよ。いやもう十分周りは暗いんですが。松明を左手に持てば大丈夫。まあベッドの周りはモンスターだらけでしょうけどね。いや考えたくもない。幸い屋上にいる気配もないですしこのまま続けましょう。まあまた上がるのが面倒いだけなんだけどね。さすがは天下の面倒くさがり屋。最高の褒め言葉だぜ。さて終わったよ。なんか微妙ですね。微妙だね。まあいいや、匠の遊び心よ。確かにあまり日光を通しませんね。うん。さてここからは内装をしていくよ。いよいよですね。いよいよだよ。ただ内装工事を見せてると時間がかかりすぎるからカットしていくよ。でもちゃんと中身は紹介していくから安心してね。はい、というわけで拠点が完成したのでお披露目したいと思います。まあ、あんだけ高々に宣言したんだから期待しちゃいますよ。インテリアに凝ったからね。実用性はもしかしたらほぼないかも。その時はまた地下にでも作ればいいんじゃないですか。そうだね。それじゃあ早速紹介していきましょい。まずは玄関から。おお、期待とは言っても大それた期待はしてなかったんですが、これはすごいですね。ただやっぱり少しこのぐらいから確認はしてないけどモンスター枠かも。これはカーペットの下にグロムストーンを置いてるんですね。階段もいい味出してますね。あと作業台がなんとなく棚っぽかったから6つ重ねてみたよ。色付きガラスをうまい具合に配置してますね。あとここには本棚を置こうと思ってるよ。ああ、それでさっき牧場みたいなのがあったんですね。そうそう、まだまだ皮を集めなきゃ。さて次行こう。次はリビングのつもりだけど、まだまだ置けそうだから今はこれぐらいに止めているよ。長い廊下みたいですね。そう思われても仕方ない。しかし、本当にオレンジが好きなんですね。
そうね、オレンジは僕にとってなくてはならない色だからね。理由についてはいずれ話すよ。これはキッチンですか？うん、そのつもりで作った。まあ、もどきだから実用性はないけどね。さて次は2階に上がってくよ。ここも少し暗いですね。まあ仕方ないっちゃ仕方ない。ただ、ここからは本当にざっとしか作ってないから、そこまで紹介できるものはないよ。2階なんて、そうそう上がるものでもないですしね。まあそれでも屋上に畑を作ろうとしてるから、登る機会はあるかもね。ここも廊下っぽいですね。言うてもここはあまり物の素材を使っているから、家具らしい家具はないけどね。でも、いいですね。こういうところに住みたくなってきました。お、じゃあ僕と住む。全力でお断りします。本日2度目。さてさて、ざっとこれぐらいかな。いやいや、いいちゃんさん一つ忘れてますよ。おっと失敬、そうだったな。ここを紹介し忘れてたね。ここは何ですか？寝室だね。ああ、なるほど。いやしかし、デザインいいですね。さあここで僕と一緒に愛を育もうじゃない。全力でお断りします。本日3度目。さてさていかがだったでしょうか？いやびっくりしましたよ。まさかここまで作り込まれてるとは思いませんでした。この拠点もまだまだ改装の余地があるし、他の施設もおいおい作っていくよ。さてさて皆さんお待ちかね。スポーネフの開封じゃー。いや、やっと可愛い女の子が見れるんですね。グリモアオブガイアにも可愛い子いるや。攻撃してくる子を可愛い人は言いません。僕は攻撃してくる子を愛した。それはあなただけですよ、クソド M。そんなカリカリしなさんな。可愛い顔が台無しだぜ、ジョーちゃん。いいから早くお披露目してください。わかったよ。動かすにはエネルギーがいるから怨念も忘れずにね。それじゃあ行きましょう。おきゅうちゃん来ましたー。かわいい。すっごいかわいいですね。お灸の説明をしよう。かわいいアイドル。帽子が本体。めちゃくちゃな説明ですね。恨まないでくれよ。これでも必死なんだから。それにしてもかわいいですね。これまだエネルギーがない状態なんですよね。そうそう。この子にエネルギーを補給するためには。まずシフトを押しながら右クリックでメニューを開く。するとこのような画面になり、右側のレベルの下にある四角い顔のアイコンを見ると、最初はヘトヘト状態でスポーンされる。これには4段階状態がある。で、怨念を左側のインベントリに入れると、自動的にエネルギーを蓄えてくれるんだよ。キャラによっては特殊な能力を持つ子もいるから、そういうのはおいおい説明していくよ。と、このように怨念の数が増えてくよ。かわいい。説明お疲れ様です。しかし、先ほどのおきゅうさんの画像を見ると帽子をかぶっていませんでしたか？ああれはね、この子たちはとある食材を与えることによって見た目が変わるんだよ。それもお楽しみに。そして先ほどのヘトヘト状態をどうするかというと、かわいい、食料だと何でもいいので食べさせると状態が変わっていきます。かわいい、今気づいたんですがボイス付きなんですね。そう、マイクラ内での時間を言ってくれるからすっごい便利だよ。状態が変わりましたね。まあぶっちゃけた話、最後まで上げると興奮状態になってすごいことになるよ。それは気になりますね。それもいずれ見せよう。ちなみにこの子たちは立ってる状態だとどこまでもついてくるので、右クリックを押すと待機モードに変わるよ。この時も怨念は消費されるんですか？うん、残念だけど。だから次は前回見つけたスポーン部屋を経験値トラップに変えるよ。次やる方向性が決まりましたね。ほんじゃ、今回はこの辺にしときますかね。着々と順調に進んでるね。そうですね、また違う子も見てみたいです。今回は怨念の数の都合上1体しかスポーンできなかったけど、敵キャラも仲間にできるし、やり込み要素が多くて面白いね。さておきゅうちゃん、みんなにさよならの挨拶は？お、かわいい。あなたが本当の子供を授かったら親バカになりそうですね。かもしれねえな。ほんじゃ皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイニー。にしてもおきゅうちゃん可愛かったね。ですね、本来敵キャラなんて信じたくないくらいですよね。ちなみに動画でもいずれ出てくると思うけど、僕が可愛いと思った子は空母聖騎ちゃんだね。尺ですが、あなたが可愛いと思った子は本当に可愛い子ですもんね。僕の目は美女を捉える。しかしそれ以外は捉えられます。そんなことはないよ。ちゃんと僕は紳士的かつ大胆に女性と接するのさ。変態的かつ獰猛に女性を襲うの間違いですよね。こいつ一本取られたぜ、さすがだよ。んなことよりいいチャンス。さて寝るかな。しらばっくれようとしても無駄ですよ。アンカリンは可愛いな。超可愛い。うん、全人類が認める可愛さだよ。わあ、ごめんなさいごめんなさい。あれは魔が差したんですよ。お風呂場に行ったら偶然そこに聖なる防具下着があって、気づいたら手に入れてて、そしたら獰猛なその下着の守護神が。誰がどう思うだおら。